宇宙での街づくりってワクワクするね。さあ、街から未来を変えよう。三井不動産。地球は青かった。いいですね。宇宙っぽいでしょ。でもさすがに宇宙と三井不動産は関係ないでしょ。あるよ。あるの？うん、三井不動産はここ日本橋を拠点にして宇宙に挑戦する人たちを応援しているの。人工衛星も日本橋で作られてるんだよ。すごいね。宇宙での街づくりがいよいよ始まるのです。さあ、街から未来を変えよう。三井不動産。地球は青かった。いいね。宇宙っぽいでしょ。はい、はい、お待たせしました。よーい、スタート。地球は青かった。言うんで、マレーシアの話に向かってあるよって言って、で、それに対して2人の方は見なくていいので、2人はすぐ寒いと思います。え、あるの？うん、三井不動産はここ日本橋を拠点にして宇宙に挑戦する人たちを応援しているの。はい、もう一回行け。はい、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 は宇宙での街づくりがいよいよ始まるのです。はい、カット。来ました。よーい、スタート。はい、カット。よーい、スタート。はい、カット。広瀬さん、古瀬さん、前さん、本日撮影以上です。ありがとうございました。まあ、よく説明ゼリフでいっぱい喋ってるイメージがあるので、なんかその喋り方になんか一つこうリズムが三井のこうすーちゃんってみんなに言ってもらえる、なんかこうキャラクター的要素一つリズムとかがあったらいいななんて思ってはいたんですけど、なんか撮影とかよりも放送されてる最中の反響がもうでかすぎて共演者の方からも、あ、昨日三井のすずちゃんお邪魔したよとかすごい言われて、多分あの三井さん の, あのビールとか建物施設に遊びに行った時に私のポスターを見てくれたみたいで、なんかお邪魔したよとか、通りすがりのロケしてて通りすがり の, あのお客さんというか一般の方に、あ、三井のすずちゃんだって言われてとか未だに本当にあるので、本当最近も言われたばっかりで、こんなにいろんな人に届いてるんだなっていう実感の方が大きいですね。言われますよ、ずっと言われてます私この2年ありがたいことに。はい、去年のバスケワールドカップからバスケに観戦に結構ハマるというか、すごい楽しかった思い出が今も続いてるんですけど、そのララアリーナ東京ベイはあのバスケの試合もやるっていうことだったので、そこにぜひ行ってバスケの試合を生で見てみたいですね。ワールドカップの後も結構あの試合を見に行ったりとかしてたので、こっそりなんかすごく広い会場でやっぱり生のバスケを迫力があったからこそぜひ見てみたいなと思います。
いや、まさに宇宙ですよね。行ってみたいですけど、いろんなこう試験とかあるじゃないですか。やっぱ簡単には行けないんだってテレビを見ながら思ってたんですけど、本当にこう簡単に行けるのであれば、ね、人生で一回は、まあ、その行けるものじゃないけど行ってみたいなって思います。全くないです。なんかこうふわーっと、ね、時間を過ごしてみたいっていうか、こういつ小学校とかから小さい頃から地球って丸だけど、本当どんな形してるんだろうとか、この大きいビルがあったりその凹凸とかどういう風に見えてんだろうってすごい考えたことがあって、大きさとかどんなこう想像つかないような距離感じゃないですか、もうこの宇宙、地球っていうものが、なんかすごく興味はあるんですよね。詳しくはないですけど、なんかこう客観的に地球を見てみたいみたいなのを妄想してたことがあるので、なんかどっかに行くっていうよりは見てみたいです、客観的に。あのなんてですか、ちょっと季節があれですけど、今年末で私はすごい家電の下とか大型の家電とかも全部どかして掃除するのにすごい急にはまり始めてしまって掃除がもともと好きなんですけど、頻繁に常に家のこう、まあ、人から見えない部分とかなかなか動かさないものとかの毎週でいいから掃除したいなっていうのが目標で、毎日どこかしら一つやるっていうのを今決めてて、どんだけ忙しくてもトイレ掃除をやるとか、あのベッドの下をやるとか、ラグを全部こうペットがいるのでうちはその毛を全部取るとか、なんか一つ今目標を決めてやるんですけど、どんどん楽しくなってきて、見えないところも全部綺麗になったらめちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思って、忙しいとたまにまあいいかって手抜く時もありますけど、なんかそうじゃなく、うん、綺麗を保つっていうのを目標にしたいです。もう正直にずっと言ってるんですけど全くなくって、なんかこうなりたいとかああなりたいっていうより、割と目の前のことの方がいろいろやっぱ考えれるし、そこにこう安心感を持たないと意外と先のことを余裕持って考えれないというか見れないタイプで、うん、だから本当2つ今の作品そして次の作品に脳を使うことの方がすごく重要だし、自分の中でなんかあんまり理想的なものが、うん、なんか特にないです。こだわりみたいなもの今なんかこう満たされたら最高みたいなこうそこに向かって頑張るっていうよりかは、割と叶えたかったお仕事とかやってどうしてもやってみたお仕事とかも本当なんか半年以内にのものとかを口にして言ってる時はあったんですけど、もう最近は全然なんか今日早く寝れたらいいなみたいななんかそういうことしか先のことを考えなくなりました。うん、いっぱいいっぱいというか、そこまですごく追い詰められてるわけでもないし、細かいことにこう考えてるタイプでもないんですけど、夢とか漠然とした憧れみたいなものは正直言うと全然なくて、その時その時で考えればいいやみたいな、うん、今って感じですね。三井のすーちゃんもう慣れました？はい、もう7本ほど撮らせていただいていて、毎回こうどこに行くんだろう、チケットどこに行くんだろうと楽しみにしております、うん、そうですか、それは良かったさあ、街から未来を変えようという新しいコーポレートメッセージだと思うんですけど、どうしてこの言葉になったんですか？これはですね、私たちの経営理念を
ぎゅっと凝縮して三井不動産グループから皆さんへ呼びかけるメッセージというふうになってます。より良い未来に向けてさまざまな人々を巻き込みながら一緒になって町から未来を変えていきたいという強い思いがこの中には込められています。はい、巻き込もうっていいですね。ありがとうございます。で、私たち4月1日にですね、新しい経営理念を策定しました。この中で私たちに受け継がれている DNA、 これが一体何なんだろうということをもう一度改めて見つめ直しまして、そしてそれをもとにグループ DNA というものを策定しました。それは共生、共存、共創。共創というのは共に作っていくという意味ですけども、これらによって新たな価値を作り出す、そのための挑戦を続けると、これが私たちのグループ DNA だということで定義付けをしました。私たちのロゴマークのアンドマークですね、これも新しくなりました。はいはい、この中にも、私たちの DNA が込められています。実はこの新しいロゴマーク、着物の帯でアンドのマークを一筆書きにしたイメージで、しなやかさと強さを表現しています。そして三井グループが江戸時代呉服屋から始まったオリジンにも由来をしたりしてるんです。はい、私もさっき初めてロゴを拝見して、なんか印象も違いますし、なんかさらにこう強くなった感じがしておしゃれだなと思いました。ありがとうございます。はい、当社のロゴマークはですね、オアではなくてアンド、はい、つまりあれかこれかの二者択一ではなくて、あれもこれも取り込みながら柔軟な姿勢を表現していきたいというふうに思って作ったものであります。三井不動産グループが作っているのは建物や町と言っていただくことが多いのですけども、実際にはその先にある形のないものだというふうに思ってます。共に生きるための場やコミュニティを作っていく、環境はやっぱり変化し続けてますし、求められるものは多様化してきていますけども、三井不動産はそれぞれのニーズに適切に対応して新たな価値を生み出し続ける、いわば企画会社といっても過言ではないというふうに思ってます。はい、面白いです。ありがとうございます。一般的に三井不動産って聞きますと、建物や町を作って不動産デベロッパーと思う方が多いと思います。でも私たちはですね、常にさまざまな産業が活性化するようなお手伝いをしてきました。いわばそういう意味での産業デベロッパーだというふうに思っています。私がよく言う言葉なんですけども、おせっかいな大家ということがありまして、例えばただ単に不動産を貸すだけではなくて、その町に集まる人々や企業のイノベーション、そしてその付加価値向上のお手伝いをおせっかいに行って、私たちも共に成長していきたいというふうに思っています。なるほど。私もミッドタウンや宮下パークとか、日本橋とかいろいろこう巡って、街づくりってやっぱ幅広いんだなととても思いました。ありがとうございます。はい、今まで三井のすーちゃんとして本当にいろんなところを巡っていただいたと思いますけども、今までの中で印象に残っている場所ってのはありますか？私は宮下パークとかは渋谷にあって、結構渋谷の方が馴染みが場所としてもやっぱりあって、日本橋はすごく勝手に大人の街だと思っていたので、なかなか自分でこう行く機会がなかったんですけど、三井本館もありますし、あとコレドはなんかすごいなって撮影出た時にすごい楽しくって、本当にあの中がもう街になっていて、すごく親近感が急にあったので、今までの印象とまたさらに変わって、なんか私たちの世代でも楽しめそうだなと思いました。広瀬さんはもう映画やドラマで見た人の心を動かすというのがお仕事だと思います。私たちは街づくりを通じてそこに集まる人々の心を動かしたい、そういうふうに思ってます。なんか全然お芝居とねまた違うものなのかなって思ってましたけど、同じというか、やっぱ人の心って動かすのは大変ですけど、そうですね、楽しいことですよね。大変だからこそやりがいがあるっていうことだと思います。本当に人の心を動かす、こういう話で言いますとね、やっぱりスポーツの効果っていうのも、とても大きいと思ってます。やっぱりスポーツのようなこうリアルな体験、
これの素晴らしさがやっぱり際立ってきたなというふうに、まあ、実感してます。私たちはあの日本橋や水戸タウンに代表されるようなまあ、さまざまな用途からなっているミックストユースの街っていうのを作ってきています。その中でですねやっぱりスポーツはその街の中で新たな絆を生み出しコミュニティを活性化する力があるというふうに思ってます、スポーツっていうのは、まあ、シナリオのないドラマということが言えるかと思いますけども、このスポーツが持つ力というのは本当に無限大だというふうに思います。とてもそう思います、はい、当社もですねグループ会社で東京ドームというのもありますけども、やっぱりスポーツエンターテインメントのコンテンツを生かした街づくりというのをしております。で、間もなくですね千葉の南船橋にバスケ B リーグの千葉ジェッツさんの本拠地でもあるララアリーナ、はい、東京ベイ、これがオープンいたします、はい、本当に当社としても初めての本格的なアリーナですので、うん、本当に今から我々もワクワクしてます、はい、私も小学校の時からそういうバスケをずっとやってたの で、ね、はい、このアリーナをすごい楽しみに、はいはい、してます、はい、もうぜひですね広瀬さんにもアリーナでバスケットを見ていただくだけではなくてぜひ機会があればプレーもしていただけたら本当にいいなというふうに思っておりますけど、大したことはできないですけどぜひ、はい、シュートくらいは打たせていただけたら嬉しいなと思います。ぜひやってください、はいはい、やっぱりスポーツと同様にですね不動産の域を超えているという意味では我々日本橋を中心にですねライフサイエンスとか、うん、宇宙ビジネスといった分野でイノベーションを起こすお手伝いをしてるんですね、うん、日本橋にはですね江戸時代から薬種問屋という薬の問屋さんがありまして、そうした歴史を踏まえて日本橋をですねライフサイエンスの聖地にしようということを目指して頑張ってきました、うん、そしてその次に取り組んだのが宇宙です。すごいJAXA さんの拠点の一つも実は日本橋にあるんです、宇宙も新しい CM のテーマですね。そうですね、すごいわ。新しい CM 初めて聞かれた時は多分宇宙三井不動産どういう関係だろうということでびっくりされたと思います。そうですね、なんか最初に聞いた時撮影した時もそうですけど宇宙みたいな結びつきがすごくスムーズにはいかなかったですけど、はい、いやすごいなと思ってこう街づくりで宇宙産業を応援しているのかなと思って。そうですね、はい、宇宙ビジネスというのはですね本当にああいうロケットのエンジン開発から宇宙食までこう非常に裾野が広くて幅広くてもう総合力が必要な産業なんですね。これらを一つの場所に集め連携しながら一緒にこうプロジェクトを進めていくということは本当に大きなメリットがあります。将来ですね火星の開発に我々の力が求められる時代がきっと来ると思います。まさに宇宙での街づくりがいよいよ始まるのですですねです。宇宙での街づくりがいよいよ始まるのです、あのセリフですね私もとても、もう大好きです。本当ですか。本当宇宙やライフセンスを含めて、うん、私たちのビジネスの舞台は広がり続けています。すごい。妄想構想実現という言葉、うん、私好きなんですが、まあ、一人一人の突拍子もない妄想でも、うん、そこに大義があれば仲間が集まってきて、うんうん、それが構想になり実現につながっていく、まあ、こういうことを私確信してます。これが社会のイノベーションとなり三井不動産グループの今後の未来に欠かせない大きな力になると信じています。誰かの妄想をみんなで実現するってすごい素敵ですね。はい、ありがとうございます。さあ町から未来を変えよう、これからも三井のすーちゃんよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします。さあ町から未来を変えよう、三井不動産グループ。